おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしです。本日の提供は、焼肉マフィアは会員制ではありません。奇跡の小崎牛のコースがたった1万円で食べられる、焼肉マフィアを誰よりも応援している、鍋オーナー兼営業部長、弁護士白戸洋子さんの提供でお送りいたします。えー、白戸洋子さん、いつもありがとうございます。笑顔最高です。 え、プレミアムリスナー激推し中でございます。毎日、かもかしら良し人が10分喋ってます。喋ってる内容は、YouTube や講演会で喋ってるような、すでに法則化された内容ではなくって、もう現在進行形のバリバリ、新鮮な、あの、内容を喋っておりますので、え、ぜひぜひこちらの方も聞いてみてください。講座のご案内です。 えまずはですね、ビジネス実践塾 2days という大人気講座。これ毎年3回ぐらい開催していますが、今年の第1弾は2月の16、17の2日間です。えー、2日間でビジネスをバッチリ集中して学べるということで人気でございます。えー、受講方法が3つあります。会場で直接エネルギーを浴びる会場参加と、ズーム、 要はリアルタイムだけど自分のいる自宅とか会社で学べるズーム参加と、そして録画視聴、自分のタイミングで自分の好きな場所で学べるという3つから選べますので、今現在の自分の状況に合わせてぜひぜひご受講ください。今ね、ビジネス転換期とかね、新しい取り組みやりたいとか、独立起業したいっていう方たくさんいらっしゃると思うので、この機会に良い情報を取り入れてビジネスの発展につなげてください。 話し方の学校の入学体験講座2月は2月25日に大阪19時です。それから次の日2月26日11時も大阪でその後僕東京にとぼかりしまして2月26日19時東京池袋で開催いたしますのでぜひぜひ興味のある方は来てください。さて、いよいよバレンタインデーでございます。ねえ、僕ねちょっとバレンタイン バレンタインデーに対してはですね、まあ思いがあるというよりも、すごいリスペクトがあるので、ちょっと改めてバレンタインデーって何だっけっていうのをね、今日の放送でお伝えしようと思います。まあこれ確かに諸説はあるんですけど、まあ一番濃厚な説いきますね。バレンタインデーは、西暦269年の2月の14日、えー、処刑されたバレンタイン司祭を祀る日だったと。 言われています。まあ、ローマ帝国の時代ですね。えー、当時、ローマ帝国の、えー、クラディウス2世という方が王様だったんですけど、戦争をね、バンバンやってた時代なので、若者が戦争に行きたがらないのは、家族と離れたくないからだ、という理由で、結婚を禁止してたんですよね。もう今は結婚なんかしてる場合じゃない、愛を語っている場合じゃない、国のために戦うのだ、みたいな感じだったんですよね。 で、そういう状況を見たバレンタイン司祭が、いやいやいや、結婚もしないまま、あの、戦に送られるのはかわいそうだと言ってですね、え若い兵士たちの結婚式をこっそりやってたんですって。で、それがバレて、えー、王様が、二度と、あの、そんなことやるなって言ったんだけど、バレンタインは、そんなの関係ねえっつって。 若者の愛は必要なんだと言ってですね続けていったのがバレて処刑されたとそしてそのバレンタイン司祭の,そのまあ志というか思いをね、えー、受け取っている民衆がセント・バレンタインという聖人としてバレンタインを祭るようになった。 そしてしかもですね、このバレンタイン祭がなくなったことをイベントになるようになるのは1000年後なんですよね。14世紀ぐらいになってからイベントをやるようになって、だからこっそり多分あったんでしょうね、きっとね。それがイベントになったのが1000年後。えー、毎年2月14日に国民がお祈りをし、恋愛のイベントがスタートしたということです。すごいですね。で、実はバレンタインチョコを えー、だ女性が男性に贈るっていうのは日本特有のものでほとんどの国は違います例えばアメリカはどんな風になってるかっていうと男性が女性に贈り物をするっていうのがバレンタインです、えー、花束ジュエリーメッセージカード、ね、そしてディナーとか演劇ミュージカル エンタメを楽しむっていうんですよね。だからバレンタインではエンタメを恋人たちや夫婦が楽しむっていうことで街がむちゃくちゃ賑わっているそうです。いいですね。えー、イタリアも男性から女性です。バラの花やアクセサリー、ジュエリー、そしてやっぱりレストランでの食事っていうにね。やっぱりこうエンタメとか食事が結びついてるそうです。バレンタインをきっかけにプロポーズする男性も多いそうです。ベルギーでは 実は恋人夫婦関係なく日頃お世話になっている人に感謝を伝える人になっております。というふうに、まあ恋愛を通じて感謝を伝えたりとか告白する人になっていると。で、日本は違いますね。日本は、まあ初めてバレンタインが日本にえ伝わったのは1956年と言われていて、バレンタインセールを え、これ、ま、伊勢丹と言われてるんですけどね。百貨店が新聞広告を売ったのがスタートと言われています。ま、ここではですね、もうほ全く売れなかったそうですね。2年間ほぼ売り上げがなくって、そして約十数年経ってからバレンタインにはチョコレートをプレゼントしようという文化が日本に広がってきて、今や日本では チョコレートの年間使用量の20%が2月14日。まあある意味極端に言うと1日で1年間の20%のチョコレートが消費されるまでになったと。もうここにリスペクトがありますよね。すごくないですか全く1958年から盛り上がるまで、うん、と13年ぐらいかかったらしいんですよ。 要は、13年間全く盛り上がらなかったキャンペーンを、それでもなんとか工夫して続けて、やっと文化にまで広げていったということです。で、日本では今やね、え、ギリチョコとかね、ホワイトデーっていう日本独自のもの、これで日本独自らしいですよ。他の国にはないんですって。 ホワイトデーなんて面白いですよね。要は、贈り物をもらったらお返しをするっていう日本の風習をうまく活用して、全国のお菓子メーカーがチョコレートをもらったんだから、マシュマロやクッキーをお返ししようっていうね、チョコレート業界だけじゃなくて俺たちもみたいな感じですよね。ね、すごいと思います。で、僕がなぜバレンタインデーに対してものすごくリスペクトがあるかっていうと、感謝や愛という、 人間的感情と経済が結びついたエコシステムを文化として定着させたっていうところです。これすごくないですかだってもう日本全国の男性や女性がドキ、まあ世界中だ。世界中の男性と女性がドキドキしてんですよ。感情的には。そしてそれがちゃんと、まあ日本ではチョコレートだったり、海外だったらお花とかジュエリーとか、 そして、えー、レストラン。そして、演劇。ミュージカルですよ。すごくないですかお菓子だったり、ジュエリーメーカーだったり、お花メーカーだったり、エンタメ業界だったり、飲食業界が、むちゃくちゃ盛り上がってるって言うんですよ。これ、今こそでしょ。<laughs> すごいと思います。こんな素晴らしい文化を作ったっていう。で、日本に限って言えば、13年くらいかけて、 このような人間的感情と経済が結びついたエコシステムを文化としてチェックさせるのに13年かかった。まあそう考えると今僕はですね、日本にチップ文化をという活動を始めて2年目です。うん。焼肉マフィアというチップのモデル店舗をオープンして4ヶ月です。まだまだもうよちよちの前だなと。 あまだ、あのー、四つん這いの前だなと、生まれたてだなと、改めて思いました。どうしてもね、自分がやってることは都合よく考えたいので、早く広がんないかなって思っちゃうんですいや、そういうものじゃないと。 最初のうちは広告打ってお金を払ってもね、全然広がらないっていうもんだと思います。焼肉マフィアだって2億円以上かけて、まだ全然回収効かない状態でやっておりますが、でも最初のスタート、文化を作るときってこういうものだったんだろうなと、先人たちの、まあ、こう、尊敬の心を忘れずに、僕自身も日本にチップ文化を広げて、えー、感謝やうん、この仕事に対するね、えー、気持ちを ちゃんと経済と結びついたエコシステムとして文化になるまでやり続けようと思っています。えー、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー。えー、焼肉マフィアでは売り上げの約16%チップいただいています。本当に感謝です。ありがとうございます。 あと一つ、えー、伝えるのを忘れておりましたがボイシーさんがね新しい機能を用意してくれていて、えー、これなんとですね新しい差し入れが、えー、バレンタイン限定差し入れが、えー、リリースされました、えー、これはですねハートのチョコが期間限定の差し入れで、えー、新しいレギュラーの差し入れが ヘッドホンクマといってですね、この二つが今リリースされております。特に今日の放送はバレンタインデーの放送だったので、バレンタイン限定ハートのチョコがいっぱい欲しいです。よろしくお願いします。おねだりでした。夢を叶える実現装置、クラウドファンディングのカモファンディングのプロジェクトのご紹介でございます。えコーヒーレンジャー、小野勝明さん。 えー、コーヒーが大好きな人とコーヒーがちょっと苦手な人に、えー、美味しいコーヒーを届けたいということで、2年間試行錯誤を繰り返し、美味しいカフェインレスコーヒーを作りました。えー、ぜひですね、コーヒーが大好きな人や、コーヒーちょっと今まであんまり特苦手だったんですよねっていう方に、ね、えー、届けたいということなので、ぜひ URL の方からプロジェクトを見てみてください。